フランス推しトレーナーさん、馬娘が知性すぎる。に対するみんなの反応。しかもオークス取ってる。怖。すげえなー。うちはまだ最高でも UF1 だよ。俺より馬娘うまいな。ほんとブレない強さ。これでフラワー別衣装着たらすごいことになりそう。有名人。フラウンス最推しの一般人だよ。ほんとだよ。セイウンス会の口取り式に移ったりしてるだけで。西山オーナーの娘さんにして、ウンスとフラワーの強火オタクの人。タイトルだけで誰のことかわかったわ。これが愛の力。強い。まあ、太郎さんだよね。ぼかしきれてないタイトルで太郎さんだろうなと思ったら、やっぱり太郎さんだった。私もいます。お嬢様みたいな喋り方やなぁ。この界隈の太郎は強い。馬娘が存在する前からフラウンスの方だろうしな。すごいなぁと思いながら馬に戻った1戦目の南部杯でフラワータンに刺された。物理を超えた力を感じる。参った。せいちゃん頂点立ちますね。気づいたら横になってそう。まあだな。震え声。タキオン。ここで私を一つまみっと。待機。私も仲間に入れてください。すごいし、楽しんでそうで嬉しくなるな。へ、俺はとんでもねえお方と同じ時代に生まれちまったのかもしれねえ。強い。フラウンスを知って時点で、もう二人ぐらいに絞り込めるからな。お見それしました。強火オタク。強火で済む？豪華じゃない？本人の情熱が凄まじいだけで、周りを燃やしたりしないから強火くらい。豪はないし、もはや強い弱いという基準の外側だと思う。根源的な種火みたいな。なんなら成果と言っちゃってもいいのでは。本人のオーナー一族という天井人。勝てねえ。なお、父親は本当に牧場の看板場の西のフラワーにウンスをつけて、周りにボロクソに言われた模様。かろうじて血は残ってるので、本人的にはしてやったりだろうけど。に看板なのに、ボロクソ言われるんだねー。血統が悪いことに加えて、引退時期が悪かったせいで後輩世代とも勝ち合ったから、守護場としての評価低かったらしい。名品の一回は重いからねー。血統の評価が低いウンスをつけたのは凄まじい意地と執念が垣間見れる。周りがサンデーサイレンスとかサドラーズウェルズとかの花形血統だらけだから、ハイペリオン直系なのに前評価から低いとか、落ち目になってたダンシングブレイブ後期3区だからと、溶血牝馬の子なのに一段低く見られたとか、セイウンスカイとキングヘイローの生まれた時期が不憫すぎる。ブラッドスポーツの宿号とはいえ、意地と執念の光と闇よな。あの方年齢の割に煽り耐性強いなぁと思ってたけど、リアル社会で浴びせられてきた馬性に比べたら、あれなオタクから SNS 越しで来る馬性なんてへみたいなもんなのかもな。フラワーは育成しやすくランクも上げやすいとはいえこれはすごいわ。フラワーやウンスのサポカも貫突まで分回してたしやり込んでるなぁ。西山さん親子とも好きだわ。セイウンス会の口取り式に移ってるフラウンスオタクは、参ったな絶対に勝てないわ。一般オタクより馬娘うまいの凄すぎるわい。UF4 とかどうやったらできるのだ。必要なのは友情トレの回数と強い SSR カードです。このお二人に正西への愛で叶う相手はこの世にいるのだろうか。現代の太郎さんは西山茂幸氏が過去授かった名馬の夢の先を再び見ているんだよ。なんかラフランス食べたくなった。松江のデイジー君を10と走ったね。せっかくだから応援馬券買ったわ。全馬無事完走を願う。まさか本当に勝つとは。やったー。セイフラの血を引く西のデイジーが生涯 G1 を勝利したぞ。この名誉一般ファン。あまり深く突っ込むとあれだけど、もしかしたら口取りに移ってたかもしれないくらいの一般人来たな。一般ファンにしては位置が高いですねー。強すぎる。一般ファン定期。
終身名誉一般フラウンスオタク来たな。推しの子孫が舞台を変えて挑戦した大舞台で頂点を取る。最高やん。明らかに馬主席からの眺望なんですが、それはファンの鏡やで。まさか推しかプの血を引く者が王者の魂を受け継ぐ次世代のヒーロー予定になるとは俺も思わなかった。一日くらい意識飛ばしててもおかしくなかったけど、思ったよりツイート早かったな。意識飛ばしてたらあかん立場の方々だからかな。視線の位置が明らかに高い。先生これは高みの見物じゃん。例の誰にも再現できない神棚にまたアイテムが増えるんだろうか。一般席を見下ろす席を取れるなんてすごいなぁ。この角度で取られる馬娘グッズってそうそうないんじゃない。自分の親父の持ち馬のカップリングを押してたら、その子孫が JG1 勝ちましたとか、前世どんな得積んだらこんな世界線に生まれられるんだよ。ちゃんと二人を連れてってるのさすがやな。はじめ何も言ってなかったからただの一般オタクだったのに、さらっと西山オーナーの娘だということを発表して有名になったけど、自分をまだただの一般オタクだと思ってる太郎さん好き。基本的には発信するものもただの一般オタクと一緒なんだけど、稀に出てくる発言や写真にパワーがありすぎる。本人普通に推し活してるだけっぽいのがなんとも。ただ一般人が普通はモテない代物だったり、親がちょっと尋常じゃない人だから出てくる情報がぶっ飛んでる。これは一般ファン。カンコレにも高祖父が1000人はぼちぼちいたけど、馬主はその日じゃないくらいレアだよな。馬主は当人が馬娘始めたケースもあるから。なんなら馬娘での勝負服でデザインに携わったりした馬主もいる。再現の出したデザインを風水的に良くするために修正を指示した馬主。もともとからガチオタだったんかな娘さん。この感じはさすがにフラウンスで突然カプやらグッズ集めやらに目覚めたとは考えにくい。お父上である西山オーナーに馬娘オファーが来て、いいじゃん面白そう、野郎呼び少女にしたらスカイもフラワーももっともっとたくさんの人に知ってもらえるよ。な感じで背中を押したんだろうか。西山オーナーが馬娘に許可出した時点で太郎氏は聞いてなかったんじゃないかな。オーナー自身許可出してたことを忘れた頃にプロジェクトが再稼働して、アプリ開始で驚いてた感じがあったような。西山さんは、うちの子たちの名前がどんな形でも残るならありがたいと、オファーあったらすべて許可出してるから、いちいち自分のところまで話し上がってこないってブログに書いてたね。馬娘もそのうちの一つでしかないから詳しいこと何も知らなかった。娘がドハマりした。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。